お花紙で作る壁面掲示用の菜の花リニューアル版です。昨年は直接台紙に貼って制作しましたが、今回は貼るときにレイアウトしやすいよう1本ずつバラバラに作りました。切ったり折ったりするところが分かりやすい型紙もご用意しています。説明欄の URL からダウンロードして A4 にプリントアウトしてご利用ください。プリントアウトしたものがお花紙と同じぐらいの大きさになっているか確かめてください。型紙はお花紙の台、小、葉っぱの3種類です。まず小さいお花を作ってみましょう。花が3個並ぶように型紙を切ったら半分に折っておきます。お花紙は1枚を半分に切って使いましょう。これを4つに折って先ほどの型紙に挟みます。ホッチキスで留めてから3つに切り分けておきましょう。まず太く書いた線のところで半分に折ります。次に斜めの線のところで折ります。裏返して同じように斜めに折ります。折ったまま花びらのシルエットに沿って切り取っていきます。ハサミの奥の方を使って切ってください。これを開くと花びらが4枚の菜の花の形になっています。真ん中がくぼむように花びらの形を整えます。この作業は省略しても構いません。小さな花ができたら大きな花も作ってみましょう。大きな花も作り方は小さな花と全く同じです。お花紙は丸々1枚を4つに折って使います。折ったお花紙を型紙に挟みホッチキスで留めて3つに切り分けます。太く描いた花びらが見えるように半分に折り、それを斜めに折ります。反対側も同じように斜めに折ります。そしてシルエットに合わせて丸く切ります。これを開けば大きい花の出来上がりです。葉っぱは緑のお花紙で作りましょう。お花紙を半分に折ったら今度は3分の1だけ折ります。裏返してもう半分に折って三つ折りにしておきます。これを2つ折りにし、さらに細長く折ります。紙の切れ端の部分が下側に、この輪の部分が刃の中心になります。刃の型紙を半分に折り、お花紙と重ねてホッチキスで留めます。周りの線に沿って切り取ったら、型紙に挟んだまま斜めの折り筋に沿って屏風折りにしていきます。端まで折ると一本の棒のような形になります。折り目を伸ばさないように気をつけながらそっと型紙を取ります。菜の花の葉っぱは縮れていますから、ここからさらにくしゃくしゃにします。折り目をできるだけ伸ばさないように気をつけながらそっと開いてバラバラにしておきます。大小の花と葉っぱができたら2センチぐらいに切った画用紙に貼っていきます。画用紙の先は丸く切っておきましょう。上の方を 7、8 センチ開けて糊をつけます。そこに葉っぱを斜めに貼っていきます。左右交互に少しずつずらしながら貼っていきましょう。上の空いている部分に花を貼っていきます。中心になるところだけに糊をつけて大きな花から貼っていきます。上の方に小さな花を貼ります。
花と花が重なり合うように貼りましょう。土台の画用紙が見えなくなるように貼りましょう。茎の根元のあたりの画用紙がはみ出していたら切り取っておきます。これを必要な数だけたくさん作っておきましょう。レイアウトを考えながら画鋲で留めたり、糊で台紙に貼り付けて壁面に掲示したりすることができます。画用紙の色が透けて気になる場合は、黄色と黄緑の画用紙をつないでそこに花や葉っぱを貼ってください。もっともっとたくさん作って一面の菜の花畑にするのも素敵でしょう。